団子テレビ。全力テレビ局プロデューサー様、そろそろぬるま湯から抜け出したらどうですか。血液型が当たれば血液型、クイズが当たればクイズ、右へ習えのテレビ界、なんかこう宗教くせえんだよな。綺麗なんだよそういうの。俺ゴールデンで射精。あなた方はこの言葉の重みが分かりますか。ステレオタイプな番組で数字を取り、おめでたい高視聴率の張り出しに喜ぶあなた方、そしてそんな番組を見て暇つぶしする視聴者、そういった形で今テレビがあるのならば、私ははっきりと断言させていただきます。そんなテレビを見る気毛頭ございません。できれば今回あなた方の日頃の怠惰を凝視せざるを得ない状況にあなた方を追い込みたい。そしてその窮地に立った時に私はこう考えるわけです。テレビは素晴らしい、しっかりと見届けてほしい。我々のプレゼンを、そして我々で勝負しろ。あれから半年、あの伝説のイカれた芸人たちがスカパーに帰ってきた。皆さんは覚えているだろうか、あのお笑い事務所5社が火花を散らしたガチンコバトル、お笑いチャンピオンリーグを。吉本興業、松竹芸能、ホリプロコム、人力車、渡辺エンタテインメント、お笑い事務所5社が制作したスカパーオリジナル番組を期間限定でペーパービュー放送。購入件数が最も高かった事務所に賞金100万円とスカパーを24時間ジャックする権利を与えるというこの企画。優勝を飾ったのは吉本興業。そこで祝お笑いチャンピオンリーグ優勝記念、吉本興業が24時間スカパーをジャック。ではまずそのきっかけとなった受賞 VTR。 芸人魂を継承する吉本芸人がお笑い界を変えるべく話し合った第1回吉本芸人会議を見てみよう。さて皆さんは今のテレビ界に率直にどのような意見をお持ちでしょうか。昔のバラエティ番組は本当に面白かった。我々はそれを見て真剣に笑い、そして真剣にこの世界に飛び込んでまいりました。しかし今のテレビ界はどうでしょう。アイドルバラエティが全盛を極め、そして我々芸人はそのアイドルの添え物となっているのではないでしょうか。果たしてこのままで我々芸人はいいのか。ということで今日は意見をいただくために今のお笑い界を突っ走る論客の皆さんに集まっていただきました。それではここに第1回吉本芸人会議を始めたいと思います。吉本興業、その歴史は吉本泰造正夫婦が明治45年4月1日第二文芸館という二流どころの寄席の経営に乗り出したことに始まる。以来92年テレビというメディアの台頭とそのパワーをいち早く察知した吉本は続々と人気者を輩出してきた。そうお笑い界繁栄の礎を築いたのは紛れもなく吉本興業なのである。
しかし2004年現在、その隆盛は過去のものとなりつつある。面白いことが仕事であるはずのお笑い芸人が影を潜め、気づけばお笑い界は低迷の一途。一体どうして、では本日会議に参加していただく論客の皆さんをご紹介します。まずはお笑い第5世代の影の立役者、藤原さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は今のお笑い界にどのような状況を感じておられますか？そうですね。昔と違って、はい、やはり今は芸人の数が非常に多いと、なるほど、いうことで、はい、面白い芸人いなくなれ。お簡単な方法論が飛び出しました。確かにそう考えればてます、ね、チャンスは、はい、その分増えると。いなくなれというか、まあ、はい、センスのいい、はい、勢いのある、はい、ね、芸人、はい、まあ、死んでくれと。死んでくれ。勢いのあるということはもう下からの突き上げも感じつつあるという、うん、そうですね、そんな状況ですか。ええ、そうですね、わかりました、はいはい、今日はよろしくお願いします。お願いします。では続きまして、お笑い界のみならず声優界のご意見番、吉本興業の最終兵器、ハリケーンズさんです。お願いします。お二人は今のお笑い界どのようにお考えでしょうか？そうですね、まあ、僕は7年ぐらい前からもう危機感は感じてて、 お早い、なんだちょっとこういう場を作るのちょっと遅いんじゃないかと。わかりました、はい、それでは続きまして、第9回今宮子供恵比寿新人漫才コンクールで子供大賞を受賞、素晴らしい、リットン調査団のお二人です。よろしくお願いします。あ、皆さんと同じようにね、はい、まあ怒っておりますよ。あ、やはり怒りが、というのも未だかつて一度も我々お笑いポポロに乗ったことがないんですよね。あれはまあ、はい、半分お笑いアイドル雑誌のような。いやいや、そこを目指してるんです。え、表紙で。表紙ですか。はい、ちょっと暖色系のセーターとか着てこっちに向かって微笑みたいと。そこを目指しておられた。というよりも、はい、ベテランをちょっと無視しすぎ違うかと。あ、あ、うん、よう言うていただきました。そういうことを言いたい、はい、確かに、まあ、ね、言葉は悪いですが、ポットでの芸人たちを取り上げて、そうそう、今まで、頑張ってきた我々どうなるんだと。そう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 、うん、お客さんもそうですよ、お客さんも、ファンも、うん、モテたいモテたい、19、20歳の子にチヤホヤされたい。なるほど、お笑い界を変える云々の前に若い女体に触れたいみたいな、はい、だから僕はもう真面目に真剣に喋ろうと思って、はい、一番大事なオナニーを控えて今日来ました。大丈夫ですか、はい、そんな長年のリズムを崩すようなことされて。それぐらい覚悟です。分かりました。それではですね、最後に M1 グランプリ2年連続ファイナリスト、これまでの常識を破る笑いを作り続ける笑い飯のお二人です。どうも、お願いします。お二人はまだまだキャリアの方は、はい、ね、まだまだ短いです。なんでこういうとこにね、いるのかっていうのは、お、違和感を感じられますか。はい、そうですね。今年の M1 優勝候補ですし、芸歴が少ない割に今いっぱい出てるなみたいな。いっぱい出てるな。そんなん言うて、やめていったやついっぱい知ってんぞ。いや、正直来てないで、お前ら思ってる。前野さんから見ると、僕16年、はい、いろんな芸人見てきましたけど、はい、かなり来てない方ですね。かなり来てない方、かなり来てない。よりすぐりの来てない方。もっと来て、もっと来て連れていくぞ。やめてますから。来てそうに見えてる。かなり来てない方です。あ、もう全然ダメな方です。全然ダメな方です。歴史の中で見ていくと、かなり来てない。だから僕がテレビ、それは時代を映す鏡。その中で目覚ましい勢いを見せるのが、ご存知アイドルバラエティ。我が番組が調べてみたところ、なんと1週間で15ものアイドルバラエティがオンエアされている。中には芸人の専売特許であるコントをする番組まで。そこで本日の議題1は、アイドルバラエティは是か非か、ここから話し合いたいと思います。ええんちゃいます。あ、藤原さん、これはいいことだと。うん、僕家でテレビ見てて笑うもん。面白いなぁ思って。はい、かその笑う自分に悔しくて今口が震えてるんですけど。だからね、はい、そういうアイドルが演じてるコントっていうのは、はい、全部企画に乗ってやってるわけじゃないですか。まあ本人たちが考えてるわけじゃないでしょうね、うん、それで大きな芸人とそういうの大きなアイドルの違いはね、はい、その番組の中では面白いけど、はい、多分普段喋っててそんなに面白くないと思うんですよね。ああ、例えば楽屋であるとか、はい、だから我々芸人は生き様を見せとるわけですよ、うん。
普段から、はい、そこの違いだと思うんですね。なるほど。いやでもね、やっぱりね、はい、視聴者がね、うん、ね、うん、そういう感じのを求めてるんで、これは僕はしょうがないのかなと。あー、ね、なるほど、もうね、テレビの向こう側が、見ててね、はい、爽やかな、はい、ね、うん、シュッとした男がね、ボケたりする、それがね、うん、今の世の中求められてるんでね。確かに。でも藤本さんはその顔面の筆記から言えば一番東洋で一番頑張ってるぐらいの、ね、筆記に見せないような。そうだからね、それはもうネタでもしょうがないですよ、はい、あー、そこで拗ねるなとね、うん、そうなんですよ、うん、逆にですね、完全に見た目がホームレスなのに、今結構の支持を得ている西田さんなんか、はい、はい、そうですね、うん、やっぱりかっこいいってずっと来てるじゃないですか今ね、はい、だからそういうアンチな人らもいるわけですよ。それはもちろんいるんですよね、はいはい、うん、やっぱりそこを取り込みたくて僕はこういう格好してるんで。あ、わざとそういう格好されてるんですか。そうです、もちろん髪の毛切ってヒゲを剃ったら、うん、それなりにシュッとしてるんですよでも俺の友達の女の子、はい、お前出てきただけでチャンネル変えるって言ってたね、うん、どうかしてますよね、でもまあでも言ってたね。それは狙いなの。いや、それは不本意ですよ。狙いじゃないよね、はい、うん、やっぱり全員取り込みたいっていうのがあるんで、うん、いや確かにね、藤本のその友達、はいはい、女の子ってチャンネルすぐ変えるわけよ、うんうん、自分に合わん、生理的に合わんルックスの人が出てきたら、うんうんうん、これはもう別にお笑いだけじゃなく、うん、歌手でも役者さんでもね、うんうん、からそのビジュアル対は対戦しやなあかんのは分かるんやけど ね、 ね、うん、逆に新井さんなんかはほんまに全性別全世代を跳ね抜けそうなそんなまあルックスに見受けられるんで。噂に聞くコンパで一度もモテたことがないで、まあコンパでガチガチに上がるんですよ。え、緊張しちゃうんですか、はい、コンパで。芸人でありながらコンパで喋れないんですよ。何行くんですかじゃあ、うん。そうなんですよ。でも、うん、でもね、はい、まあ仕方ないですよね。先ほども言われましたように。うん、はい。スマップ上がらないもんね。僕らガチガチになりますもんね。うまい、うまいですよ。うまいし余裕があるね。うんうん、そう。あ、でもね、はい、そのジャニーズとか、はい、こうやってる番組とか見てても、はい、やっぱりね、全員がかっこいいと、うん、これね、分かんなくなるのよね、美しさが。美しさが分かんなくなる。美しさがかんなくなるのよ。対比やから。まさか原西さんがブラウン側に美しさを見出そうとしてる。そうなのよ。はい、あのお花畑にお花があったら、はい、当たり前じゃないですか。だから例えば道端のゴミの横にお花が一輪咲いてたら、はい、これ綺麗だなと思いますね。ゴミと対比してね、はい、だ本来はそのジャニーズのメンバーも、はい、ゴミ的なものを横につけるべきなんですよ。ゴミを入れると、はい、ルックスゴミ的なものをルックスゴミ的なものそうなんですよ、はい、ゴミいうのは私たちのことですか。そうそうそう、まあ僕はそう思ってますけどもということはアイドル番組に組み入れろということですか。そうですね、入れてくれ、より目立つし、うん、よりかっこよさが引き立つじゃないですか。そうそう、うん、ね、ね、ただね、やっぱりその同じ舞台に立たせてもらう、まあ、はい、そこなんです、まず、うん、そっからもうね、笑いで勝てるじゃないですか。あ、勝負させろと、はい、一緒にね、とこに立つことが難しいんですよね、うん、あ我々が同じステージ立てないような状況になってるただそこにね、立たせてくれたらもう絶対勝つ自信はあるんですけどね、うん、なるほど、じゃあ哲夫さんなんかはどのようにお考えですか、はい、そのアイドルそれ、あ、まあアイドルにできて、できなくて我々にできること、はい、やはりそれは何なんでしょう。やはりね、うん、もう一つだと思うんですよ。一つ、それはダウンタウンの松本さんにこびることだと思うんですよこびる、はい、うん、それは、うん、松本さんに、はい、可愛い女の子を紹介してみるとか当てがう、斡旋するということですか。そうですね、はいはい、と、タバコがなくなっていたら、うん、あらかじめタバコを用意しておくとか、そういう細かいこび方が次のお笑い文化を守っていくんじゃないかなっていう。なるほど、お笑い界の王者にこびると。はい、うん、これがね、彼はやっぱりまだ松本さんを知らないですね。あ、まだ知らない。数々こび松本さんにこびてきた後輩見てきたよな、我々含め、うん、こびてきた我々伊藤さんご自身もただ松本さんはどない松本さんをにこう慕ってこようが、はい、その慕ってくるやつの実力を見とるんですよ。ああ、どこかでこいつはおもろいやつやんと自分の番組に出さないですね。うん、
ということは、面白いと思われなかった感じの方ですか。いまだに上がるんです。松本さんと喋ると。でもお付き合い古いですよね。でも、ガッチガッチになるんです。初舞台のような体が勃起してるんですよ。血が溜まってきてるんですよ。会うといきなり大喜利振ってこられたりとか。なるほど。もう真っ白ですね。うん、か変にもう松本さんの距離がある彼らの方がやりやすいんじゃないですか。一緒の番組出たと。なるほどね。兄さんっていけるじゃないですか。僕らサクセスストーリーを全部見てきたからね。真横で偉大さをよくもう分かりすぎてるから、うんうん、西田さんなんかはやっぱりその辺はあまり感じない。勃起ですか。いや勃起の話ですか。勃起するかどうか、体が。そうですね。勃起しますか。いや、もう多少憧れの先輩ですし、うん、多少問題発言じゃないか。それの話題に、あのね、尊敬してますし。どっちですか、多大か多少か。真逆の言葉ですからね。多大です。多大ですか。はい、はい、で、やっぱりあの、そう緊張もしますけども、うん、でもそこで気に入られたらやっぱりいいわけじゃないですか。 そこがだから面白さの、あれでしょ、あの面白ければみたいなとこじゃないですか。まあまあそうですよね。はい、うん、だったらそこで頑張るべきやと思いますけどね。あ、はい、だから僕はどん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 もっとタバコ買いに行ったりしたいなって思ってますし。まだ話が曲がってきてるんですね。そうですね。で、あの、まあ、潰し聞きますからね。松本さんで失敗したら次新助さんで頑張りゃいいんだ。なるほど。じゃあもうアイドルに行ったら、アイドルの、なるほど、ね、女の子紹介したりね、タバコ買いに行ったらどうですか。あ、それはでも得策かもしれないですね。それは芸人としての本意じゃないか、それは。いや、全く構わないです。それをやっていかなければならないっていうふうに考えてますね。まあ、じゃあ哲夫さんは、まあ、いわゆるお笑い界のあっせん業に就くと。そうです、もうあっせん業で、うん、まあ、漫才のネタも。あなたあっせんできるんですか。そんなことを先ほどから大きく言ってますけども、はい、うん、はい、もう実家打ってでもそれはあっせんに走りたいなと。あっせんに当てがうと、はい、実家は可愛い女の子だね。どういうことですか、実家売るっていうの。何も考えてへんやろ。力ちまかせばっかり。ちょっとずれてるし、行け。考えてますよ、ちゃんと。お前この場をステップにしよう思てるやろ、まだ。俺はお前真剣に喋ってるから。ねえ、お前ね、ルミネバレの時間潰すか、今日。7時までの時間潰すか。これからのお笑い界を必死で考えてるんですよ。それをするにはやっぱり実家をまず売ることですよ。はっきり分からん。現在のテレビを包む状況、何より問題なのが芸人による目立ったバラエティ番組がないこと。この憂うべき状況を変えるためには一体何ができるというのか。そこで本日の議題には、今テレビ界にどんな番組が必要か話し合いたいと思います。新井さんなんか何かありますか、こんな番組したい。はい、あ、僕らはね、テレビ東京とかで、はい、アニメの情報番組をやりたいなと。アニメ情報番組。確か前田さんがかなり前に。そうですね、もうテレビとかの CS とか OVA とか全て見てますんで。 OVA とオリジナルビデオアニメ、はい、そうですね、はい、すいません。藤本さんとか終わりですか。僕はね、あの、体を張る番組が異常に、はい、少なくなってきてると。やっても深夜、そういうのじゃないんじゃないかなと思って。やっぱり一番面白いのは熱い、うん、痛い、うん、ね、熱い痛い、熱い痛い。ね、これが一番もう、もう直に見てすぐ笑えるんですよ。僕なんか本当にね、もうあの大爆笑取れるんやったら死んでもいい思ってますから。死んだら誰も。確かにオンエア日より後やったら放送できますよね。できるでしょ、うん、オンエア日終わってから死んでもらえたら。もちろんもちろんもちろん放送は可能ですからね、もうアイドルにはできないじゃないですか、うん、死ぬからね、うん、ね、はい、大事に大事にね、やっぱりぬるま湯に使ってるじゃないですか。いや、確かにアイドルもやわな時代になったともなりましたからね。いや、お笑いもやわな時代ですよ。そうですね、昔はジェームス・ディーンも死にましたからね、はい、アイドルでも。それは違う、ボイじゃないな、それは。はい、自分から笑い取りに行ってね、はい、死ねたら本望、死んでみたいと。確かにまあ本望かもしれないですね、なるほど。じゃあですね、その死んでもいいというような意見出ましたけども、はい、実際に花見さながもしかしたら死んだんじゃないかみたいなシーンが何度か私もはい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 、あれ花見さん死んだんちゃうかなみたいなシーンが何度かあったんですけど、ね、はいはい、まあハングライダー、はい、
で一度、うんうんうん、崖から海に向かって飛んだんですけども、うんうん、まあそれ落ちたんですけども、ね、はい、基本的にそのアイドルの方も今やるじゃないですか、はい、バンジーとかもやりますね、うん、そこはやっぱりねやめていただきたい。そう、うん、そこをやってしまうと、あ、できるんじゃないかと、うん、誰でもできるんじゃないかという空気が流れてしまうと、非常に我々は辛い。じゃあもうその上を行ったらいいじゃないですか、うん、いやその上を行けばいいんですけども、うん、当然行きますけどもオファーがない、これなんぼでもやるよ、僕ひもなしバンジーでも。ひもなしバンジーなんぼでもやる、メダルでもやる。自殺や、それなんや、自殺ですよ、ひもなしバンジーは、うん、それでもやるんですよ、芸人っていうのはオファーがあれば、うん、オファーをしてほしいね、まずまずオファーが来いと、うんうんうん、ただそれも、はい、もう局は自主規制してるわけですよ。確かに、もうボール業界のクレームの、そうですね、はいはいはい、昔は自由がありましたもんね、これが芸人の辛いところなんですよ、うん、いや確かにね、ちょうどあのバブルが弾けた時に俺ら行こうかってしてしまったんで、はい、タイミングも悪かったんでしょうね、これバブルの時はお金もあったし局も余裕あったからどんどん使えたんですけど、うんうん、もう制作費がないからもうね、一か八か冒険できへんから、もう視聴率取れるスマップを使ってしまうという冒険心がないでしょうね、今、うんうん、無理かなと思うようなことでもぜひ、うん、ね、やっていただきたい。トンさんであるとかもそのような仕事も、あのね、まあ怪我してますから、ね、まあまあ僕はアマチュアプロレスラーにね、左腕を真っ二つにされましたけどね、不思議な言葉ですけどね、アマチュアプロレスラーっていう、あれを見て自分の骨折を見て、はい、猪木対タイガージェットシーンの腕折りは嘘やって分かりましたからね。お、嘘なんですか、ええ、あんな腕のブラブラちゃいますよ、タイガージェットシーンみたいな。いやでもアームバーやられたとジェットシーン飛び上がってましたよ、その勢い。ええ、違いますよ、飛び上がれないですよ、猪木と一緒に。もうこうですよ、プロレスマニア的な話はちょっと控えていただきたいな。まあ、なぜこういうことを喋ったかと言いますと、はい、やる、これが繋がってくる。地上波のゴールデンにもこだわらなくていいんじゃないかと。お、今現在我々今何出てますか、今これ衛星というかケーブルというか、はい、スカパーでしょ、はい、はい、はい、まあ誰一人で衛星で言うか3つ目に出てきましたね、ケーブルとスカパーです、はい、はい、出ておりますよ ね、こっちの方がまだ可能性があるんですよ。しかももっと近い将来、はい、光ファイバー通信が整備されるとインターネットなんてものすごい映像量送れるんですよ、はい、うんうん、ノートパソコン一つとあとカメラでスタッフカメラ持ってるやつがおればもう生中継のロケできるんですよ、はい、インターネットで、うん、ここで我々は何か自分の好きなものを生かしてやるのもいいんじゃないかと、うん、そうしないと、うん、こういうことにセンスのあるラーメンズとかバナナマンに先取られると。なるほど、間違いなく、はい、先吉本がやろうじゃないか、妻つけようじゃないかと、ただまあそれが定着するまでまたそうじゃないかと、ただまあそれが定着するまでまたそこにアイドルが入ってくるかもしれないですからね。なるほど、わらみさんなんかは、まあ、あまり体を張るような仕事は、そうですね、今まではしてないですね。もうないですね、はい、それはもちろんどんとこいですか。もちろんどんとこいのところもありますし、どんとこいのところも、はい、うん、もちろんもうオールマイティでいきたいところがありますから。なるほど、はい、原因たるもの、はい、もう全てやらなければ。そうですね、うん、であと今出てないので言えば、うん、エロですよね。これこそがアイドルにできないことかもしれないですね。確かにそれは言えてるかもしれないですね。そうですね、ジャニーズであんまアナルバイブ持ってる人とかいないですよね。あんまり芸人でもいない、芸人でもあんまりはいない。アナルバイブ、西田さんなんかそのアイデアお持ちですか、エロこのようなことができるんじゃないか。そうですね、やりたいの、はい、はい、AV 女優のおっぱいを吸ってみたいです、うん。願望でしょ、うん、それ番組の話ですか。ゴールデン AV 女優のおっぱいを吸ってみたい。ゴールデンで吸ってみたいですね、うんうん、ゴールデンでですよ。そうですね、やっぱりあのゴールデンでやることによって、うん、それは同級生も見ますし、うん、親戚も見るわけじゃないですか、うん、だいぶ恥ずかしい思いをすると、うん、やっぱり僕はそういう M 的な部分があるんで、うん、だいぶ気持ちよくなると思う。あんた乗ってみたしたいだけで。お笑い界のこと考えますか。はい、うん、やっぱりあの、うん、ね、そういう行きたいみたいな、そういうのはありますね。やっぱりゴールデンで行ってる人間は今まで映ったことがないと思うんで、うん、そうですね、うん、みんなに気づかれないところで射精してた人がいるかもしれないですけども、そこをクローズアップされてないですよね、はい、うん、なるほどな、なるほどな、藤原さんは かなり共感できる。まあそうですね、うん、そのゴールデン出てる人はあんまそんなしないですよね。しないですね、確かに、
僕らまあ3テレビでそんなようなことやってました、ね、結構虚しいですよなるほど、はい、やってみれば、はい、やってみたけれど、虚しかった憧れでしたけどね、うん、やっとあんまそうでもなかったです、ね、ただそれゴールデン出てる人がバリバリの人がそういうことやるとまたこれちょっと意味が変わってくるかもわからないですね、うんうん、ああなるほど、うんうん、現在ゴールデンを席巻している人が、うんうん、もうスマップがね、うん、確かにそのもう正直な話スマップが AV 女優のおっぱいゴールデンに座れちゃったらもう僕ら打つ手なしみたいなところありますね、うんうん、ただまあここはアイドルとさすがに取れないところなんで、うん、あ皆さん、気づいてらっしゃらない点があともう一点あります。あみんなまだこんだけ全員の意見聞いたけども、はい、気づいていない。はい、はい、笑いにはボブサップが必要だということです何言ってんのかよくわからないあのボブサップですよ。自分がこんな番組やりたいっていう そういう、はい、ゴールデンで嫌いなんですよ今。そういう、はい、ゴールデンで自分やったらこういう番組やりたい。あはい、はい、ボブサップ。ボブサップと、はい、ボブサップを読んだらいいんじゃない。サップタイム。はい、数字取れる数字数字のジェスチャー数字のジェスチャーこれじゃないですけどね。これお金のジェスチャーです。これもうちょっと、ちょっと、まあ、お笑いか、バラエティー界でも、格闘技界でも正直、若干下火の、うんうん、しんどんなってきてるような気がしますけどね、いや、おそらくぶり返しがありますね。ぶり返し、はい、熱みたいな風邪で。ボブサップはその下力があると思いますね。下力そこ力ね下力下力ちゃんとしてノープランで挑むのやめて。考えてますよ。考えてないやんか、みんな真剣に考えてんのに。 M1 グランプリの今年の優勝候補ですよ。知らない。とりあえずね、まあ、いろんな意見出ましたけども次のテーマいきましょうか。はい、じゃあ続いてのテーマですね。これでも各コーナー何にも結論出てない何一つ答え出てない。そうですよね。それは答え出て次行っちゃいます。もしかしたら、はい、次のテーマが最も答えが出ないもしくは残酷なまでに答えが出るかもしれない笑いの頂点を極めた芸人たち、いつの世もスターと呼ばれる芸人はオーラを放ち光り輝いているもの。そう、花がない芸人は絶対に売れないのだ。ここで残酷だがやはり話し合ってもらいたい本日の議題さん。10年もやっていてなぜ売れないのか。すいません、はい、20年なんですか。ああすいません、はい、リトさん20年でした。そこはピシッと、はい、リトさん20年、はい、ハリケンさんは。僕16年。16年。藤原さんは。まあ15年6年、その間ですね、はいはい。まあ、僕も12年、はい、ですね。終わりました。まあ、5年目なんで、はい、また関係ないんですけど、ね、そうですね、まあね、揃いも揃ってみたいなとこありますね。お、お前ら不甲斐ないぞみたいな、はい、いや売れてから言ってくれへんかな、うん、いやもう売れてるじゃないですか、ね、お前らその辺に今まで一番来てないってだから見てきた中で今までで一番来てない。俺5年目の時もっと行ってたもんか全国制覇してた、気づかんだけでみんなが。それはでも薄々それはあかんやろ誰も気づいてない全国制覇だよね自分の中でのまあまあ、まあ、いろいろな、はい、まあ、意見も飛び交ってるんですが。あ、そうですね、ただ僕らが10年目の時には、うん、まあ、こんなとこにはいてないぞっていう。こんなとこ、こんなとこ、はい、こんなとこでおっしゃることは、うん、まあだからどういうのか、まあ正直、うん、ギャランティーの方も低そうなそっから来るのか。ギャランティーのことに触れられましたか、まあ、これ避けて通れない、ハーニーさん何とも言えない顔して。いやまあまあまあ、はい、言ってくれたらいいよな、もうでも、はい、うん、まあ、そうですね。あのね、世界年間最短打記録作った一郎、はい、記録作った後何を言ったか、はい、なぜこういう記録を作れたか、うん、僕は野球が好きだからここまで来れたんです、うんうん、お金とかそういうもんじゃないんですよ。野球のことも普通に彼は考えてしまうんです、はい、それがお金が後からついてきよるんです、うんうん、ね、これお笑いでも一緒ですよ。まずお金ここにありきでやる笑いはね、芸人顔に出てきます、うん、いやらしい、はい、純粋なお笑い芸人の顔にならないです、うんうん、ちょっと待ってくださいよ、皆さんお金はそしたら嫌いって言うんですか。だから今言ったでしょ、結果でついてきたら嬉しい、うん、じゃあ水野さんはついてきてるんですか
20年お笑いは好きでいいの。あな、お笑いにも黙秘権ってある。いや、お笑いは喋ってたんで。いや、はい、ただね、ちょっとここの議題に挙げさせていただきたいのですね、はい、今お笑い界を包む状況といたしまして、まあ、空前のネタブームと世間では言われております、うんうん、はい、ね、現在実際にですね、流行語なんてのもこの若手お笑いから生まれてきてるわけなんですよ、うんうん、なんでだろうだとかね、うん、間違いないだとか、ゲッツゲッツ、あ、全部ね、はい、言葉とか形変えてますけど、ね、はい、あるあるっていう共感のネタじゃないですか、うん、そうなんですよね、ええ、あるあるネタをまあ形一定のなんかリズムのようなものに乗せてやって、今結構ブームが起きてるんですよこれ、うんうん、でも藤原なんかリズム芸やからね、リズム芸、まあ動きとかね、そんなのうまいこと言う、うん、今からでもブーム いけるで、それどうですか、あるある、うん、いや、そのネタ考えるときにちょっとあるある今来てるなと、やっぱりそうですね、うん、はい、考えてみてんけど、はい、1個も出へんかったね、1個も出へんかった、0個ですか、0個、あ、一緒ニュースも0個一緒、あ、ないないしかほんま浮かべへんねん、ないない、綺麗な女性思い浮かべてオナニーするとき指にとんがりコーンはめるよねとか、ないですね、そんなんは浮かぶ、なんでそんなとんがりコーンの使い方しかでけんのかな、引っかかりはね、グリップ力は大したものが生まれるでしょうけども、うん、わらめしさんなんか、そうそう、その点の違いでしょうね、やっぱりね、あ、その点の違い、はい、うん、もうあるあると聞いただけで、あ、僕も、はい、もう正直531個浮かびましたから、531、あるある、はい、それはすごい、じゃあちょっと何個か、何個か、はい、そのうちの一つでも、はい、はい、学校から帰ってきて、うん、咳したら真っ黒なタンデル、ないないネタじゃないですか、いや、出ますね、俺ら49年生まれは結構あるんですけど、はい、あ、世代差か、いや、こんなことにジェネレーションギャップがあるんですか、ないでしょ、でみんなが共感できるのあるあるちょっと言ってよ、うん、みんなが共感できるようなことですか、うん、万人がね、いわば、はい、先ほどはちょっとね、うん、あの49年代絞ってた、限定っていうことだったんで、うん、もうこれはもうどの世代の人でもあると思いますが、うん、チンチンの皮めくって、うん、めくった皮のとこを人差し指でグヨって上げたらピカピカに見える。お、ある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 これ。チンチン言うた時点でも女は分かれへん。ああ、そうや。二分の一のやつだな。まあ、大体の半分の方は分かっていただけるまあまあ確かに光って見えますねだからなんやねそれが笑いつながるかと思ったらそうじゃないで、うん、多分そうすかんやで、そうですかね、まああるあるとはなってると思うんですかね、この見てくださってる方も、はい、まあそもそもそのこの10年まあ20年いろいろありますけど、なぜ売れなかったのか、あのそれぞれのコンビのですね歴史に紐解いていってほしいんですよ、うん、で皆さんに本当に売れるチャンスはなかったのかと、ただ単に本人たちがチャンスをつかめなかっただけじゃないのかと、そういうことも考えられますんで、うん、まずは藤原さん、はい、これはもう天然素材、これはもうブームでしたからね、うん、いやもうアイドル並みでしたよ、ここはもう避けて通れない歴史でしょう、そうですね、実際その時はもうファンの数なんかもすごくもう入り待ち出ます、まあ、あの後楽園ホールで収録してたんですけど、はい、東京大阪で番組出まくって、水道橋の駅からね、はい、そのみんな電車やったんですその頃、はい、ね、水道橋の駅からその後楽園ホールを歩いていくんですよ、はい、ものすごいもう人だかりです、うん、出待ちすごいです、うん、警備員もついてね、一人に一人警備員つくんですよ、はい、で抱えきれないぐらいの、うん、もうプリティーウーマン並みのプレゼント、すごかったですね、すごかったっすね、プリティーウーマンバレのプレゼントプリティーウーマンバレのだからなぜそのすごさを継続できなかったのか、逆にまあ、いわゆるナイティナインさんであるとかはそのまま継続していけたのかっていうところをお二人に聞きたいんですが、うん、まあその天然素材でドーンっていった時に、はい、これはもう来たなと、うん、感じた感じた、はい、時代が来たなと、うん、もう大丈夫や俺らは、うんうん、もうあのブレーキのレールの上に乗ったなと、はいはいはい、思ってしまうんですよ、その時キャーキャー言われると、はい、そう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 、はい、うん、そっから
ほんまにもうどうやろう、ふわ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 してたね、浮き足立ってたというか。なるほど。5年ぐらい足つけず、うん、うん、5年ぐらいで、はい、ふわ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 してて、はい、よく自分見てみたらもうファン2人とかなってましたね。ファン2人とか1人とか。99はそのやっぱり冷静に見とってね、そのあ足がワーキャー言われた状況を、このままじゃダメだと、うん、そう、先を見据えてたよね。いうことを何々さんだけがもう見ていたと、その段階では、はい、僕らはその状況で満足してたみたいになるんですよ、これ。参りましたね今思うとね。ということは、まあ、実際一度は本人たちのせいで、まあ、チャンス逃したと、はい、いうことになるわけですね。そうですね、うん、ハリケーンズさんはありましたか、チャンス。チャンス、まあ、チャンスを後輩とかに作ってきたのはかなりあると思うんですけど、七丁目時代からでもね。なるほど。まあ、僕らと関わった後輩はもう全て売れてますので。例えばどのあたりですか。まあちょっと年上ですけど、あの極楽ゴンボ、ココリコ、ロンドンブーツ、もう今やガレッジセール、ゴールデンにバンバン出てるいっぱいいますね、はい、もうほぼ僕らと一時でも仲良くずっと毎日一緒におった、はい、だから彼らは僕らからいろんな盗んでって。なるほど、はい、でまあ盗まれた結果自分らの引き出しの中に何も残ってなかった。カスカスになりましたね盗まれたって本当にごっそり盗まれたわけですコピーされたわけじゃなくて、はい、だキャーキャー言われたこともないですし。え、その当時からですか。ないですね、ですね。16年やっててキャーキャー言われたことはないですね、うん、接してみればごっついね、2人なんですけど、ね、そうですね、うん、ただまあ新井さんのルックスは前世で跳ね抜けるみたいな。そうですね、それに説得力を加えますからね、はい、僕のルックスいつの時代の髪型やねみたいな。え、今流行りちゃうのこれいつまでも流行ってないですよ、ね、いつの時代も。いつの時代も流行ったことないそう。インパルスの板倉と同じ髪型してるんですけどね。これはもう爆弾発言。リットさんのチャンス終わりでした。ああ、何回もありましたね。ね、まあダウンタウンさんという ね、もういわゆるもう神ですよ。四時ですよ、はい、大ブームですよね。はい、神のいわばまあ側室にいたわけですよね。あの皆さんもご存知の、はい、幼い頃見てた四時ですよ大ブームの頃、はいはい、僕らが出てたのは KC5 やったんですよ。見てました。あ、そうですね。4時からがダウンタウンさんやったら4時ですよ。だって5時からその KC5、KC5、はい、見てさんと。正直時短だ踏んでましたね。4時ですよだに行きたかったと、チャンスがそこにあるのに、うん、やっと4時ですよだに台本に名前が載って乗れたのは4時ですよだの最終回でしたね。あ、タイミングと運がないんですかね。あ、タイミング、これは大事ですよ。あのね、で、それもコンビの話なんですけど、はい、皆さんに初めて言うんですけど、僕は吉本本社の方からコンビ解散せえって言われたことがある。え、いや上からこれは初耳ですね。あれ、皆さんもう聞いたんじゃない。あの、そして解散して吉本新喜劇の達治井上達夫の後釜として一人でやれ、不敬役を、うん、若いうちから不敬役任されそうに、ね、うん、言われまして、はい、でその時はまあ、断ったんですけど、はい、今考えたらあの時話に乗っとったらよかったかな。おお、あれちょっぴり思ってますけどね。水野さん、藤原さんはこのようなことを。寝耳に水じゃないまさに寝耳に水です、ね、おっさんならではの言葉が、はい、つい言葉を知ってしまいました。飛び出しましたし、汗もかいてないのに期待を持ってちょっとわざとらしいですけどね、いや、なんとかそこまで言われるとスカッとしますね。あ、うん、まあ、笑い飯のお二人なんかまだキャリアも、はい、まさにですけど、はい、もうまさに今がチャンスと。そうですね、うん、チャンスですね。チャンスですが、その、まあ、僕らのセンス、うん、あと、まあ、時代の流れ、うん、あとは国民の考え方とか、うん、全て計算通りいってるなっていう。お、もうお二人の計画通りにことが進んでると。そうですね、うん、やっぱりね、M1 に M1 グランプリ、はい、まあ、決勝まで行きましたけど、うん、キリンなんかやとね、はい、まあ、あの M1 の1回目で、はい、まあ、ダークホース的な感じで出たんですけど、はい、その後やっぱり大阪でですけどレギュラー番組が何個も入って、うん、そうですね、うん、僕らね、あの2回ほど決勝行きましたけど、はい、レギュラー番組は1本ありますし、うん、キリンは何本もで、何本もありましたね笑い飯どういうこと。僕ら1本あります。僕ら1本レギュラー番組、はい、違うやん、お前ら決勝2回とも行って、はい、そしたらキリンより上じゃないと分かるんちゃうので、レギュラーの数がな。キリンはまあ何本ぐらい、はい、まあ、あの時はまあ3本、4本ありましたね。ラジオで見たらもうだいぶ
は2回出て1本ですありますし1本ですよ、中川家さんと絡んでますよ。本来だったらもうちょっと言ってなかの違うのかな。そうですよね、うん、それはまあでもメディアでの話じゃないですか、うん、まあ、劇場でね、うん、まあまあベース吉本っていうところ出てますけど、はい、若手の劇場ね、はい、大阪にある、はい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 、僕ら、麒麟、千鳥っていうこの3組が、うん、まあ、トップ3っていって、まあ、うん、劇場のまあ看板みたいなことになってますけども、はい、やっぱりね、麒麟なんかやとそのなんて言うんでしょう、差し入れとかファンレターみたいなもんね、はい、まあなんか毎週ね、うん、週に1回ずつ貯めてもらうんですけど、まあ紙袋に1杯とかそんなもんですよ、うん、ね、うん、はい、その点僕らなんて、はい、まあ僕は今月ファンレター2通ありますし僕はあのファンレターのこうゴムで束ねてあるんですけど、それ3通来てますよお前ら不思議なこと言って10年選手20年選手をめくらますなお前めくらますな 俺たちをめくらます全然止まってへんやないかお前はえそこよ、そこをねやっぱ語りたかったんですよ、うん、やっぱりそのお笑いが動かすのは、はい、まあ昔から見てもダウンタウンさんからね、まあ、トンネルさんとかもやっぱり最初女子中高生にね、うん、支持を得なければならないと、うん、それはあまり得れてないんじゃないかと今の笑い飯の話聞いても、うん、だから今後今やっぱそのお笑い界を我々に取り返すためにはそこにも受けなければならないんじゃないかと、うん、そうですね、ムーブメント起こすのは女子高生ですもんね、何でもお菓子でもダメね、購買層もね、だ皆さんにそこら辺のアイデアをいただきたいんですよ、お笑い界を救うためにどうすれば女子高生に受けるのか。ああ、それにしても女子高生に受けたい、一体どうすればティーンのハートをわしづかみにできるのか、それがわからないとお笑い界を変えることはできないのだ。それが分かってたらもうやってますもんね、それはそこはね。ただね、はい、ファンはいないですよ、はい、10代の、はい、僕らがデビューした時僕らはもう完全に劇場内で悪役やったんですよ、はい、僕らが出てきてもきしょい、見たくない、はいはい、もう頭を下にこうしてるやつ、うん、かなり嫌われておりました、うん、だからまあね、やっぱりね、ある程度年食うとね優しくなりますよ、10代の顔女の子たちのね、僕ら見る目が、うん、孫とおじいちゃんみたいな感じですか、なんてそうでしょ、まだまだ買い取るっちゅうねん、うん、よかってまだまだ若いやつ買い取るやつ、そうですよ、でも若い女の子はおじいちゃん的な目で見てるんですよ、うん、でもね、それは嬉しいんですよ、悪役やった僕らには、はい、うん、分かります。前田さん、なんか女子中高生こうやったらいいんじゃないかみたいな意見ありますかね。もっとまあ、正直ね、この中で一番僕がルックスイケてるわけなんで、もっともっと綺麗になっていって、いや、こっから見てもなんかちょっと肌の方が、いや、それはあなたのね、もうなんか白黒でまだ治ってない、もう長くじゃないですよ、戦いで治ってはれへんから、いやいやだって今日も自分用のメイク持ってきましたよ、これはパテね、その辺の安いパテで埋めてるんですか、ちっちゃいパテなんか初めて言われたからどうしていいかわからなかったけど、僕も思ったんですよ、これ一番すごいな、肌コルク室でしょ、でもまあ月面みたいな顔してますから火事場から逃げてみたいな顔ですけどね、よく見たもん、まあその辺の安い動乱じゃ僕のね、この高級な顔がね生かせないんで、自家製のちょっと取り寄せた嫁もこれ最高やねってファンデーション言ってますけど今こそこのルックスを、ね、今まで僕はねちょっとねお客さんをこうやってたんで、はい、もうこれからも堂々とこっから寄っていこうかなと思って、お今日どうやった歩み寄っていくと、うん、これからはブスから攻めてって、ブスに喋りかけてってこれ見てた人が喋りかけられたブスやんか、ね、ブスもう綺麗なのも置いといてね、そのね若い子に他人に任せると思う、はい、ブスを今生かすこのね、はい、高級のファンデーションで、なるほど、こっちから接していこうかな、プロ野球もやってますけど今ファンサービスですよ、ファンサービス、そうですね、プロ野球も今ファンサービスボール投げたり、ファールボール投げたり、そうそうそう、はい、もう握手もこっちからもう握手しに行くみたいな感じでどん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 向こう上位向こう上位お客さんを上位に見立てると、ね、はいはいはい、はい、もうそこまでしていかなければ、はい、そうですよ、うん、確かに、わらみさん、なんか女子中高生に受ける、うん、やっぱり女子中高生の口癖言うとはまあ可愛いでしょ、ああ、よく犬見ても猫見てもいますね、うんうん、やっぱりそういうの言われないとダメやなと思いますよ、あ、はい、そうですか、はい、だから僕はもう今度まあ舞台出る時はもうおこじょ的な小動物をこう、はい、おこじょ、あなたもそんな可愛いもの持っても正直私から見ても、はい、
お堂に勝手に住み着いてるってことお堂に勝手に住んでるお堂に勝手に、はい、勝手にお堂に住んでる人さあ、なんかわかるでしょ、それわかります、はい、いまいちピンと来てませんあんただけですよ、ピンと来てないこのようにですね、はい、本人は見えにくいもんなんですよ、やっぱり自分のこと。なるほど、ね、だから皆さんが気づいてることあると思うんですよ、ここに来てるメンバー、うん、あなたここ直した方がいいよみたいな、そう、お互い言い合っていきましょうよ。あ、本日の議題5、俺たちの一体何が悪いのか。自分のことは分からなくとも他人のことは分かるもの。互いへのダメ出しがお笑い界を救う。まずはじゃあ私に皆さん意見集めてくれれば、ケンド小林、これ何がどうダメなのかみたいなのありますか。確かにね、うん、ワーキャーとはね程遠い存在ですもんね、うん、なかなか難しいですねこれぶっちゃけね、はい、あの3回に1回ぐらいね、はい、むっちゃ臭い時あるわ清潔感がない。いやほんまマジでマジで黙ってたけど3回に1回臭い、臭って思う時ある。マジでニンニク食べた次の日の口臭が一番マシな時や。あ、だいぶニンニク消してくれてるんですか。逆に消してる。あ、そこを直せば僕なんとかなるんですかね。まあ、あと、もうガタイええ割にはなでがたすぎるやろ。裸だったらものすごいなでがたなのよ。肩だけがついていってないみたいな。ついていってないのよね、うん。あとお前顔が東京じゃないもんな。顔が東京じゃない。雰囲気が東京じゃない。東京はもうちょっと爽やかさがないと。新井さんが言うんですかそれ。東京。新井さんやから言えるみたいなことね。分かってるからね。だからこそ言える。うん、爽やかさないわ。じゃあ笑い飯これどうですか。まあ僕はお堂に勝手についてる敵だって言われた。お堂に、うん、とりあえずお堂から出ろよ。お前のもんちゃうけど。お前出なあかんわ。あれはそれ入ってないですから。家賃ゼロ円や。あれは村の人たちがな、はい、その無病息災祈って建てたやつやから。そうそうそう。住んだあかんね。そうね。でもまあ、うんうん、出なあかん。これ出るような感じで、はい、まあ軒下に住めだからもう全てお堂の。お堂じゃないですか結局。したいからええやん。したいからええやん。まあそこはいるやん。っていうかまあそれは。鉄道もまあちゃんと考えてから喋るみたいな。考えてからはい喋ってましたけどね今日もきっちり。ちょっとなんかそのなんていうのかな気持ち悪い怖さがなんか怖さあるよね。メガ少年犯罪。そう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 。怖い。刺しそうな感じ。刺しそうな感じ。とっつきにくい。ああ。そうですか。いや、そう犯罪系はないですよ。でも、少年犯罪じゃないですけど、そのまあその青少年のね、ああいう条例に引っかかるようなことは常にしたいなとは思ってます。いや、それは願望が。見上げた。それはカメラ前で。それはあかんで。はい。そういうことを言ってるからこう顔ににじみ出てるんじゃない？うん。そう。じゃあ藤原さん。どうですかね、まあ、顔いうのはご自分らで分かってはると思うからね、まあ、顔は皆さんね、ね、でも、うん、いや俺はイケてるけど二人はなちょっと顔がいや僕はねずっとねやっぱ不細工やからねまあこれはしょうがないとして、うん、まあ、原西はそのやってそのルックス担当みたいなところをね期待してたんですよあ分かる、はいはい、まだまあ顔の作りで言うとまだ原西さんもね、うん、努力してくれみたいなことを見てたんですけど全然努力しないっていうのがあるんですよね、うんうん、ええやっぱりね、もうハゲられたらね、もうこっちはもうサジ投げますよ。でもハゲもでもね、ハゲてはる方ももうあの手の施しようがないところで来てるじゃないですか。はい、まだ腹にしはあるんですよ。うん、あ、今のうちズラとかかぶったよ。そうそう。そうなんですよ。それでもいいんですよ。それは失礼よ。いや失礼とかね。芸人にね。はい。わからんように。あとやっぱりちょっとポテッとお腹の方が。うん出てきてね、うん、動きもやっぱりね動きといえば腹にしみたとかあるそうありますから動きが鈍ってきとるわけですよ、なぜその努力をしないか、うん、これねあのブスの嫁があるんですよブスの普通じゃんお前普通思った普通じゃん普通で思ったブスじゃないですか普通じゃん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 までええやんか普通やもんだってえ、綺麗じゃないんですか普通やんそこ怒られてもそこちゃんとしとかんでね真実とさないだけですからもっと嫁がね努力しないとね、うん、
嫁がそうそうそうプロデュースしてプロデュースしないとね、やっぱ一番身近にいる存在なんですから、うん、ね、はい、そこはちゃんとしてほしいですね、まあ、結婚してからなんかね、その昔のギラギラ感がなくなったみたいな、僕は思うんですけどね、うん、やっぱブスやからね、うん、普通やって。じゃあ続きましてハリケーンさん、はい、この二人に関しまして皆さんお気づきの点あるでしょうか。もうどんどん言っていただいて。そうですよ。そうやな、ちょっと古い感じするんちゃうかな。古い、ええ、前田さんの前なんかそのね、無駄な髪の毛ね、さらっと染めたりしてね、これ無駄な抵抗してるみたいなことなんで、これは見えなんでね、これはちょっと腹立ちますね、今の無駄な抵抗というのは。いや、無駄な抵抗じゃないですか、これもね、いや、かなりこれはこの売れようという努力ね、こっちからも接していってるじゃないですか、はい、それが見えすぎっていうのはね、やらしいですね、やらしいですね。あとあの前田はインポやしね。そんなテレビで言うことない。前田さん ED マジなんですよ、はい、男としての悩みやな、はい、僕が赤ひげ薬局で買った精力剤を僕には効かなかったんですけど、あ、すぐ効いた言ってますから、ね、かなり効いて心臓バクバクして寝れなかったですよ。それはワーキー上がれませんね。チンポ立ったんですけど、嫁で試すの忘れてまして、朝までずっと立ったままです。そういうコメントが立った喜びで朝を迎えたんで、まあ、そういうところを隠していけば、うん、まあ、これはもう皆さんから要するに率直な意見です、うん、はい、ですね、ちょっと参考にさせてもらいます。参考にして、はいはい、じゃあ最後リットン調査団さん、お手柔らかに、うん、正直僕もコメントしようと、どっから手つけてるの。正直手遅れみたいなところは、ね、完全な手遅れ。ファンレターとかもらいました。あ、若手の頃はもらったんですか。思いますか、うん、ありましたよ、うん、え、水野さんもありましたよ。何言うてるんですか。どんな内容なんですか。いや、僕にそっくりの美少年を描いたイラスト付きとかです。あの女の子特有の全時代で水野さんが美少女ってやった時代ないですよ。ないですよ。僕が素人の時もテレビ見てる頃からもうズル向けでしたよ、もう。ちょっと待ってくれ。ズル向け。瀬戸内弱長です。ズルやん、それ。俺どんな若手やったの。もうないわ、勝てて。20代でした。ズル向けでした。ズル向けでしたね。まあ、あのハゲ関連といえば、うん、別にそんなもん全然恥ずかしくないですよ。あのそんなもんね、頑張ったキャラクターになるしね。先日ですか、はい、コンビでね、はい、アデランスからコマーシャルのオーディションの依頼が来た。あれ、おお、アデランスですよ。おお、すごいですよ、ね、すごい、ね、まあまあこれちょっと縁がなかった落ちましたけどね、はい、ただ落ちたね。またハゲたらんかなと。落ちたっていっぱいあるでしょ、それは。あのね、はい、同期の今田君がね、はい、英語と言ってくれたんですよ、はい、リットさんって幸せな人生やな、ほう、もし二十歳で売れてその後何にもない一生で寂しいで、50で売れて売れたい思って50で売れて最高の人生やでって言ってくれたんですね、うんうん、だからそうなりたいですね。なるほど、じゃあもう50へ向けて照準をセットしてると。そうですね、50で売れたらいいですけど、これ売れないっていう可能性もありますけどね、うん、これ辛いですよ、うん、あともう死ぬだけですよ、カチカチなって、まあ、カチカチなって言い方は悪いけど、面白い死に顔したら。最後の面白い終態生、その時 は売れる売れないって小さいことじゃないですか。あ、全ては道の途中ですよ。これはまあ貴乃花の言葉なんです。パクリじゃない。やっとええこと言うと思う。いろんな言葉言いました。トークショー見に行ってましたもんね、高野。結構だから言ってるの人の言葉ばっかりやもんね。そうですね。それでスーパーテレビに映ってましたね。僕らからしたら藤原なんてもうめっちゃくちゃ売れてる人です。ようテレビでもっと売れたいとか言うてるから、ね、めちゃめちゃ売れてるやんけ。欲同士やっちゃな。いやいやいや。それはくださいよ、それ。売れてるのがないかもしれんけど、しょっちゅうテレビで見るね。いやあなたまだ全然ですよ。目標どこに置いてるかちゃいます、それは。まあ、それはそうだけど、俺らからしたらやん、まあ、憧れの人やん、ね、テレビの世界の人、うん、そうですよ、うん、大阪で天下取ってね、うん、そうそう、そうですよ、東京でもバー来てて、民放出てるんですもんね、民放に。そうや。ちょっと僕らここ2年ぐらい CS しか出たことない。そうや、ちょっと設定が低すぎません、これちょっと。売れるために、売れてない、全然売れてない、地上波に出れば勝ち。いや、 やっぱり僕最近そのやっぱりね、今田さんとよく最近ねご飯連れてもうたりしてるんでね、あそこがほらね、そば、うん、にいるとね、
行っちゃうんですよね、やっぱり一流芸能人ですよね、やっぱりね、住んでるとこ車ね、まあお金もね、そうなんですけど、一人暮らしやのにな、トイレ2個あるもんな。そうなんですよ。僕初めて行った時、今ちゃん探検していいって言うから。あそこがね、あそこ見てるとね、やっぱりね、まだまだやなって、やっぱり僕もね。だからね、そう考えたらね、アイドルの方にバラエティがどんどん行ってるけども、ああやってちゃんと堂々とお笑いでやってる人もいてんねんから。そう、アイドルたちがお笑いへ進出してきて久しい。しかしそんな趨勢に負けることなく確固たる地位を築いている芸人たちも確かに存在する。ならばあとはそれぞれの志でしかない。そもそも芸人のあるべき姿とは何なのか。ところが僕ちょっとね、有意識問題がね、はい、最近の若手を見てるとね、最初からその芸人でありながらそっちの方向に行ってんのちゃうかなっていう、とかっこよく見られたいみたいな。おお、ね、結果としてね、はい、あのまあ、僕らも同期で今田君とか、はい、あの若手の頃キャーキャー言われましたよ、はいはい、それはお笑いとして面白いことやった結果として、うん、まあ、キャーキャー言われてるけど、最初がキャーキャー言われることをかっこいいと言われることを念頭に置いて吉本入ってきてるのちゃうかなって、ちょっとそっちの方が僕心配ですね。芸人になること自体がかっこいいこと、うんうん、おしゃれなことと。僕は子供の時やっぱり道で、あの淀川五郎さん見かけて、淀川五郎さん、新喜劇の誰ですか、誰ですか、舞台にこうやって首振って出てくる、ずっと首振るだけっていうギャグで、首振ってくださいっていや本当にいたんですよ、失礼やのに言ったんですよ、だから首を振ってくれたんです。淀川五郎かっこいい、僕もあんな人になりたいって憧れたんですよね。そのかっこよさの物差しがちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。確かにお笑いの歴史紐解いてみるとね、平三平さんなんか足引きずるギャグでしょ、はい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 、今いないですもんね、足引きずるギャグする人は。そこが売れる感じですね。なるほど、今田君はほんま努力してるもんな。いやいや真面目な話ね。そう、さっきから綺麗に見えた方がええと、今田君なんてやっぱりちょっと昔は細いの気にしてたから、パンクラスとか行って筋肉つけて、はい、T シャツ着た時にかっこええ兄ちゃんになるみたいな、そういう努力までしてるやん か。アホはもな、やりすぎてな、引くぐらいやってしまえアホはアホはいらないんだ、アホはアホはだけどやっぱり賢いからいいとこで止めるって、うん、グッドシェイプというやつですね、うん、キムタクでも異常に筋肉は絶対つけてへんもん、ね、あ、まあ、まあね、いい感じですもんね、うん、そこの努力ちゃいますやっぱり、うん、なるほど。もちろんみんなでジム行くっていう。いや、お笑いをちゃんとやるのはもう前提ですよ、それは、うん、お笑いに障害がない程度に格好をつけて、うん、体を鍛えてっていうことですか。そうちゃいますからね、お笑いに障害が出たらね、はい、これ本当にも何もない話ですから。まあ笑い飯なんかもいずれは、はい、ね、そのもっと下の世代が出てくるわけじゃないですか、はい、これもう必然ですから、はい、はい、まあその時の考えとかありますか。そうですね、やっぱりいずれはあの下からね、あのすごいやつが出てきて自分の立場をね、うん、追いやるようなことも、はいはい、うん、その出るかもわからないじゃないですか、うん、やっぱりそのためにさっきの話ではないですけど、今田さんのように体を鍛えて、うん、ビビラス的なビビラス違うやんか、お笑いでビビラスだったらええんちゃうの。やっぱりあの筋肉とかすごかったらそれなりにビビりおるでしょ、芝生みたいな、はい、直接では下さないですけど、ちょっと胸筋をピクピクさしてみたりとかして、そのあ、これは手出したらあかんなっていうふうに、まあ、後輩に威圧感を与える。別に喧嘩はしないでしょ、でも後輩出てきても、うん、あ、それだったらまだ余裕ですね。あ、喧嘩してくるようなやつはちょっとこう筋肉つけてでもビビらしといてっていう思ってますけど。なるほど、はい、うん、で哲夫さんから見た中間管理職芸人、ええ、はどのような印象を持ちですか。そうですね、やはり皆さんでも面白いなっていう印象を受けてますね。なんかムカつくな。ちょっと分かれスタンスね、スタンス、今日のスタンスが分からないんやけど、今日僕も全く分からない本当に出まかせで、はい、なあ最後の議題まで立ち位置つかめなかったみたいな。そうですね、まだ、はい、地に足がついてない状態です。急に謙虚だ最後の最後で謙虚だよ。やっぱり、まあ、バラバラ今日のスタンス、まだまだ謙虚に、はい、先輩やっぱり面白いな思っても、ムカつくな。何やねん、
急に絡みやすくなりやがった最後の最後で絡みやすくなった印象いいですもんね、帰ったらあいつ絡みやすかったら終わりますからね視聴者もな、うん、これですね、なるほど、明日からこういう感じしますわ、僕らそれ大事かもしれないですね、はい、もう立ち回り、はい、そうですよ、ほんまにそこはもう隙間産業行きましょうかやっぱりね、可愛いと思われないと、うん、共演しなかったり、あ、腕の組み方可愛いですね、藤本さんがありがとうございますいやそうですよ、気に入られてなんぼですよ、そうですね、まあいろいろ皆さん、まあ討論してきましたけども、はい、ですね、まあ今後も、もし第2回あればぜひまた皆さん参加していただきたい、その時はぜひ皆さんにはもう今日とは違う立場で出ていただきたい、そうですね自信の光が皆さんから伺えないですか、じゃあというわけです、ちょっと私次の仕事ありますが大阪の方で、ええ、じゃあここら辺で第1回仕事あんねん、はい、じゃあ、はい、締めさせていただきます、何の仕事を、はい、何の仕事、いや普通の ラジオ番組、ラジオ番組、はい、あ、ラジオで許してくれるんですかこれちょこっとゴールデン出ていかれた腹立つ、ちょっと寝起きてちょこっとやってて陣内みたいな腹立つじゃないですか、そっち腹立つこういう悪口が敵を作る気をつけていきますよね、可愛がられやな、第2回でお会いしましょう、ありがとうございました、さようなら、ありがとうございました、ありがとうございました。お笑い界を救うために緊急招集された9人の芸人たち、どうやら今日の会議でかなりの手応えを感じたようだ。それでは最後に本日の会議、その感想を聞いてみよう。皆さんやっぱりね、真剣にやっぱり考えてるんだなっていうことは分かりましたね。結論はなかったですよね、笑い飯以外はただその何も考えてない笑い飯がやっぱ新しいなって僕は思いましたね。ああ、はい、僕らいてるだけでみんな人気出ると思います。そうそう、客寄せパンダ的なんで、はい、でここ一番ちょっと足らんなっていう時はあの素晴らしくうまい漫才用意して、はい、ね、披露しますので、ぜひ2回3回呼んでください、お願いいたします、はい、またぜひ第2回もこれもねお仕事、はい、はい、ぜひ呼んでください、はい、みんなでね、そうですよ、これ番組受けてみんなで売りましょうよ、そう、みんな一緒に売りていきましょうよ、ダメです、そういうのね、自分だけ売れたらいいみたいなのね、はい、はい、とりあえずこれみんなで売れたいですね、はい、このメンバーこのメンバーはい、なんかすっごい新規が湧きました。